矢沢です。ボブディラスでございますということで、はい、八戸へ向かおう、ね、ガーデンフレンズ2の話ですよ今日。そうだね、うん、いつもそうっていうかそれ以外ないよねいやどうですかね皆さん。まあどうでしょうね、うん、僕はこの昨日の夜から今朝までかけて特に何がやったかと言われると、はあ、あの超過動ガールズ電話みたいな漫画。ああそういうこと。うん、単行本2冊全部読んだね。はあ、うん、そんぐらい。図面白いですね。あ、図も面白い。図非常に面白いと思うよ。はあ、うん、違うんだ。まあ大体同じだけども、うん、一旦仕切り直したことによってちょっと日常的な話がまだ増えたし。なるほど。新しいキャラクターもいっぱい出てくるよ。あ、そうなんだ。うん、はあ、ボブやったことっていうとあれだもんな、昨日一記事作っといたぐらいだもんな。 あのボブエキスポのね。なるほど。あの落書き対決シリーズだね。あれあれなんだよね、毎回レンジマンがあの送ってくれるからさ、あれ記事の後に捨てりゃいいなと思ったんだけどね。なるほど。あのこれまで送ってくれたやつも後からこう付け加えておけばいいの。いっぱい書いたやつね。そう、あの実はゴジラだけ書き忘れてるんだよね。ああ、そう、一個だけないんだよ。そうそうそう。そうそう。だけどな、なんかこう、ネタバラシになるけど、別にバラしてもあれだからだけど、今回の対決は、ラドンとモスラと、はあ、あと、ディオだね。DIO の方のディオだね。はあ、ディオと、あとあの、安倍さん挟んだね。はあ、やらないかと同じく、はあ。すんごい昔に流行った。あ10年ぐらい前がピークだったね、流行りの。ねえ。で、安倍さん挟みつつ、貞子とか書いたんだよ。ホラー系を初めて見たんだよ。うん、あれ見たことないね、リング。あ、嘘？うん、ないね、あれは。ボブ、ちょっとあるな。パオ。やっぱ怖いけどね。ああ。で、あとはあれだな、レギオン、イリスを書いて。あの、ムートーと、あ、ヤタマ1号2号だ。うん、ああ、ヤタマ1号2号ってさ、あの絵描くとさ、うん、同じになるよね。だ、ねえ、わが、色だもんね。うん、色と、なんかこう、身長の違いぐらい。唇に色塗るか塗らねえか。ああ、うん。いや、ボムさ、なんだろうな、覚えてるだろうなと思ったよ、特徴は。うん、で、あの、帽子のマーカーの Y。ああ、Y だね。あれも Y を思い出せなくてさ、うん、カタカナでやって書いちゃったんだよでもなんだろうな、誰って言われたらタツノコヒーローだろうなってはなってる、うん、帰ってきたマンもあるからほぼ同じみたいな。はあ、ラジオドラマしかないやつ。確かにそうなんだよ、あのチャペルさんが毎回こう絵の完成度が高いじゃない、うん、で確かにパッと見やったマンなんだけど、完成度が高い結果、これヤッターマンでない他のにも見えるみたいなことになってて、やっぱり、うん、あれすごいなと思って。なるほど。ヤッターマンまだでも頭の中で大体思い出せるけどさ、多分他のやつらもっと難しいと思う。お助けマンとか。あでも下手すりゃもうお助けマンの方が描けるかもしれない。あの後ろ髪をさ、髪もそもそもさってなって。そう。ブワーってやっとればさ、うん、一発マンとかさ。いや、僕さ、ヤッターマン1号さ、もみあげミスったんだよね、多分。僕あの、ヤッターマン1号のもみあげって、なんて言ったらいいの？エルビス、プレスリー型というか、スターロードというかさ、あんなんだったかなと思って書いたらなんか違う感じになったんだよね。あれ失敗したな。タイムボガンのやつら地味に難しいんじゃない？難しいだろうね。シルエットは浮かぶけど、細かい部分浮かばないよね。多分だって、なんか、カタツムリ人間みたいなの書いちゃう気するな。うん。多分僕が書いたら。善玉は意外といけると思うよ。あー、大体いけると思うよ、善玉は。髪かかなくていいもんね。うん。紐ビヨーンって伸びてて、うん、下黒いやつで、うん、上ちょっと和風な雰囲気出してるやつ。そうだね。うん。あれ、和風って言えば和風か。うん。なんかちょっと中華風の。ね、一周してアロハっていう風にも見えるっちゃ見えるけど。うん。
いただきマンとか超難しいと思うよ。無理だね。うん。きらめきマンとかさ。今さ、いただきに関しては頭にもちゃんと細部浮かんでないもん。うん。色は完全に分かるっていう。ああ、ああ、ああ。細かいその、モールドというか。難しいよね。うん。あとまあ、メカの方かけって言われ始めると思うさ。うん。危ない。かけないね、あれは。頭に浮かんではいるけど。そう。カブトゼミとか。絵にしろって言うとさ、無理だ。ヤッターマンとかそのタイムボカンならまだ描けるかもしれないけど、全ダライオンあたりがどんどん難しくなってくる。そうだね、全ダライオン。あ、でもむしろあれ特徴つかみやすいか。まあ形は、腕こう絵に描くの難しいと思うけど。確かにね、真横からだったら、真横ならいけるよ。ね、実際ゼンダライオンってなんか本編見ててもさ、そうだよね。正面の時とか変だもん。ヤッターワンとかもそうだけど。だから絵おかしいもん、正面の時。ゲームで真正面の状態出てくると、ちょっとこう、横に広がってるというか、なんかあれだもんね。うん。音助マンの目が超難しいと思う。音助マン、難しいね。7つの目が全部描いてください。あー厳しいね。うん、立体的に描くのがまずすごい難しいと思うし、思い出せないじゃん、なんか細かい部分が。そうだね、うん、お助け金太ぐらいしか無理だと思うよ。むしろ金太ダメかもしれないな。うん、熊連れてる。え、熊連れてたっけ。熊連れてる。あ、連れてたか。アニメだと熊連れてる。ゲームだと連れてないけど。死ぬからあんま熊連れてんの嫌なんだろうね、ゲームは。あー、ゲーム容赦なく破壊するもんね。うん、頭とか盛り上げたりする。盛げるときにスタートボタンを連打するとアップになる。あー、やるね。うん、やったわ、倒したときとかね。うん、大巨人難しいよ。無理だね、正直。うん、だって頭の飾りとかすら覚えてないもん。日の丸ついてるよ。あー、そうだっけ。うん、そんぐらいしか思い出せない。大天馬無理でした。僕そもそもどれが大巨人かっていうところになってくる。逆転を。そう。逆転を棒持たせて、縦持たせて、なんか、ちょっとガイキングっぽい胴体にすれば。ああ。それっぽくはなると思う。三冠王難しいね。三冠王がマンモス合体したやつか。ちょっと頭平らなやつ。はあはあはあ。マンモスならまだ変えるかもしれないけど。難しいなぁ。ザウルス難しいよ。ああ。でもザウルスの胴体ほぼ逆転王と同じ感じで、確かに。僕むしろザウルスが一番かけるかもしれない。うん。後ろになんかカゴみたいなものですね。え、あいつカゴなんてついてたっけ。カゴみたいになんか背負ってんじゃん。背負ってるというか後ろについてて。ああ。それになんか荷物乗せてるの。頭なんかこう、安い頃のゾイドみたいなのを使いとけんけどね。昭和の将棋のゾイドみたいな。そう、うん、体も言ったら箱状みたいなもんだからね。まあ、うん、取ったるにゃ。あー、きらめき、きらめききらめきまでよね。うん、ボカン555には出てくるからね、ちゃんと。なんか図鑑にもいたよね。うん、取ったるにゃはまだでも形はわかるから、あれだけどさ。はあ、トッタリアンの変形前のお出かけキャットとか無理だよ。え、何それ。ゲームに出てこないよ。はぁ、あ、なんか、飛んでんだよ。ピンク色のなんか、姫みたいな猫。はぁ、あ、知らんかったな。うん、あれが、これ、今日のパートも長くなるっていうのを考えるとさ、はあ、妄想お題ボカンシリーズっていう。はぁ、昔ボツになったやついっぱいあるからね、タイムボカンシリーズ。あ、実際にね。うん、タイムボガンエクスプレスとか。はぁ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 。おかわりマンじゃねえだっけ。さっぱりマンとか。はぁ、あ、そういうのもあるんだ、公式に。さっぱりマンさ、すごい斬新なやつです。うん、さっぱりマン呼ばれると、本人は来ないんだよね、まず。はぁ、で、今までのヤッターマンとかの中からランダムで選ばれて出てくるんだって。はぁ、ちょっと最近のこの、特撮集合ものの先駆け的なやつな。なるほどね。うん、タイムボガン24っていうのがあったからね。そうなんだよね。なんとかマンじゃないとね、やっぱり。
しかもどうでもいいタイトルじゃないですか、ね、小学校の頃さ、うん、地獄みたいに考えてるね。うん、しかもさ、考えたのが何マンを考えるんじゃなくて、うん、何マンの敵の何々の、ね、1ミリをさ、うん、あれ何10万人トロンボーとか、ね、そう20人ぐらい考えてるね当時。うん、なんていうの、赤ちゃんマンみたいなやつ違ったっけ。赤ちゃんマンはアンパンマンにいるもんね。うん、なんだろうね、なんとかマン、しかもちょっとダジャレっぽいやつがいい。なるほど、うん、それこそだけど、あのもし既存のタイトルっていうか、なんていうの、もう使われちゃってなければ影マンとかさ、あるじゃん。あ、あるあるある、あるもん、ね、うん、探偵少年ある。そう、もしなきゃ影マン、相当それっぽい名前なんだけど、ね、うん、ドン引きマンと、ドン引きマン、あ、まあ今ならありそう、今ならっていうか他社にボカロシリーズっぽいよね。ああ、タイムガンシリーズ、ドン引きマン、ドン引きマン強すぎてドン引きなんだ。あ、なるほど、うん、あ、まあちょっとありそうかな。そう、メガ選ぶとき綱引きするから。はあ、はあ、はあ、綱引きで、あのメガ同士で綱引きして、引きね、勝ったやつが出撃するんだよ。なるほど、うん、あ、いいかもしれない、ドン引きは。なんか出撃のこともさ、なんとか引きってないかな。ないか、1割引き、1割引き、うん、今日は9割引きだっつって全部メガ出てくる。なるほど、最終回で1割引きだっつったら1体出撃できるね。出撃にあの予算かかるからさ。なるほど、そう、割引き、そういうちょっとシビアなところ入ってくるからね。出撃するのも予算いるからっつって、普段は1体しか出ないんだけど、ああああ、たまに5割引きになって2、3体出てきたりする。ああ、なるほど、うん、名乗りとかもだってこのさ、やっぱドン引きの引きがすごいシャレ聞きやすいからさ、うん、ラッキークッキーみたいな。あ、なんか悪と正義の線引き、うん、ドン引きマンっつって出てくる。うん、ドン引きマンあるでしょ。メカ何が、やっぱり動物系なのか。僕今パッと浮かんだのは一匹狼とかね。ああ全部なんとか引きに、なるほど、引っ掛けるって。一匹狼が多分これメインメガかな、1だしね。うん、ああいいね、それで2とか3みたいな数字が絡んでる。そう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 、うん、に引き換えるとかね。そう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 、3匹3匹コブタじゃん。なるほど、うん、3匹豚、3匹コブタ、あ、3匹コブタ、それっぽい、うん、ブザ3体合体して人型のロボになるのと。なるほど、うん、まあ、あるよね。やっぱりいただきマンでちょっと滑ったから、うん、ロボ路線もちょっと入ってくるんだよ。なるほど、うん、しかもブザタイムボカンシリーズよく出てくるじゃん。そうだね、うん、今まで敵側に出てたけども、ついに味方側にブザ出てくる。ああ、熱いね結構、うん、これ分かる人からすれば結構、あ、ついにそういうの来たかってなるよね、うん、ついに味方にブザ来たか。その後は4匹、5匹になったらみたいな、うん、全部ロボになる。なるほど、うん、今までのシリーズになかったら全部ロボにもなる。ああ、まあ新しいよね、うん、豚合体メカで、狼はやっぱり単体で変形する、まあ、変形するね、うん、で2匹カエル、まあ、カエルはやっぱりオタマジャクシがいっぱい出てきて口から。なるほど、それがちょっと武装みたいな感じでパーツになるんでしょう。ああ、面白いな、うん、びっくりとキリメカポジション、うん、出すポジションがその2匹ガエルか、うん、これなかなかいいね、ドン引きマン、ドン引きマン、まあ、ドン引きマンは多分1人なんだろう。あ、嘘、うん、ネーミングのなんか雰囲気的に、あー、ボムなんとなく2号いるのかね、ドン引きマン、ドン引きマン1号、ドン引きマン2号みたいなイメージ、ドン引きマン2号、ドン引きマン、敵なんなんだろうね、ドン引きの敵は。なんだろう、でもあんまり値下げしないのかね。あー、なるほどね、割り引いてくんない、うん、なんだろう、敵のネーミングってあんまり味方側とかぶってた、かぶってたっていうか合わせてたね、悪玉ぐらい。ただ適当なやつもあるんじゃない、なんか
魔女一味とか。あー、そっか、本編ですら使われないやつ。なるほど、うん、まあ言ったらドロンボーも何にも別に泥棒ってことぐらいしかかかってないぐらいだよ。うん、でお助けマンとおじゃーマンみたいになってる。基本的には揃えたいところだよ。ドン引きの何かこう関連するものか、うん、納得、納得じゃない。ドン引きの反対納得じゃないもんな。ちょっと見栄えを気にする感じなんだよ。なるほど、うん、ドン引き、ドン引きされない常識。え、ドン引きの反対って何なんだろうね。ドン引きって非常識なことに対してうわってなるから、うん、今常識かなっていうのが濃厚だけど、うん、それちょっとタイムガン20ワードちょっとかぶってるよ。ああ、そうなんだ、うん、ああ、でもさ、常識だったらさ、うん、あのリーダー格の名前、シティ嬢様とかさ、ああ、できるよね。確かにシティ嬢様みたいなのいないよね、多分。いないね。いないよね、うん、そうだな。レキージョ様と。レキージョ、うん、歴史歴にすごい詳しい。ああ、なるほど。レキージョ様。レキージョ様。あれか、敵全員、なんかこう、学校の先生とかね。ああ、面白いね。レキージョ様と、ドンビギマンはその、やっぱり生徒なんでしょ。そうだよね。うん、ちょっと、いただきマンの発展系の学園ものなのかもしれない。はあはあはあ、ドンビギマンは。学校の先生と戦うかもしれない。ああ。なんか学校の授業で多分、時間移動するんでしょ、その未来の話で。なるほど、うん、実際に目で見ないといけないから、その本当の真実を学ぶにあたって。ああ、なるほど、うん、なんだろうな、歴女と、うん、で別にあれだもんね、名前も全員さ、うん、なんかトンズラとかボヤッキーみたいじゃないとダメってことないもんね、うん、適当だと思う。なんだろうな、リーダー格が歴史だから、なんか体育とかいそうだけどね。ああ、トンズラの、ね、あれ体育で、もう普通にムキーノでいいんじゃない？ムキーノ、ムキーノ、ムキーノか。あ、でもダメだな、ムキムキいるよ。ムキムキって何？あのタイムボガンの24名。あ、ああそうなのか。確かあいつそういう名前になったはず。あの鈴木が、あ、そうなんだ。僕もその辺の時期から見てなかったからだけど、カズの噂で聞いたんだけど、ムキムキいるんだ。ちょっとムキのダメだな。そうだ、ムキ。でもなんだろう、体育とボガンっぽいなんかをかけるんだったら、こう退屈とかけて、ああ、なんか退屈っていう名前もどうかと思うけど。体育ス、体育スキーの穴がいるもんな、それ。うん。かといって、体育ゴンっていうのもなんか違うもんな。ちょっと違う。体育ゴン、体育。ごついやんと。あー、ごついやん。それだな、誰もそれだな。ごついやん。ごついやん。だってもう、ボガンシリーズにいるもん。その名前絶対いそうだもん。ごついやん、ごついやん、いいね、うん、でもう一人の方もそのごついちゃんと揃えなくても別にいいのか。うん、揃えなくていいね、別に。揃えるやつもありだけどね。揃えるパターン、あ、まああるか、うん、でもごついやんだとしたらもう片方細いやんとかになっちゃう、うん、あ、でもガリ弁とガリガリかかってんのかな。あるね。ガリガリ弁とか。ああ。ちょっと理想な気するけど。ちょっとベートーベン的な要素入ってくる。ああ、音楽の先生なんだな。うん。あ、じゃあガリー弁か。ガリー弁。ガリー弁とごついやんと。レキードさん。レキードさん。それっぽいもん、なんか。いるもんね、これ絶対。うん。今日、校長もいるよ、別に。ああ、絶対、ドクロベ的な感じになるね。うん、何校長なんだろう。待って、なんかボガンにいなかったっけ、なんとなく校長。お茶が校長いる。いるよね。うん、もうなんか適当なのにいいんじゃない、ハゲのみたいな。ハゲ、ハゲの、ハゲの、ハゲの校長。うん、
ハゲのカツラかぶってさ、うん、あの敵になる。あ、普段はカツラかぶってんだけど、うんうん、その悪の時はカツラのハゲになってる。なるほど。ハゲの。ハゲのってさ、ハゲの校長様。教頭もいる。なるほど。ダグオも教頭いたしね。あー、いたね。ハゲードとセットで出てくる。まあでも今教頭に関しては母官っぽい名前ちょっと思いついたよね、はあ、名前が昨日でさ、はあ、昨日教頭なんじゃない。 あるね。ねえ、うん、絶対そういう感じだよね。神アフロだよ。なるほど、はあ、昨日教頭。神はアフロで地毛なんだよ。ああなるほど。それをアピールしてくれる。アフロか、うん、アフロの中からなんか出してくるから、その、あ、歴史書みたいなやつを。なるほどね、うん、それで指令下すから、はあはあはあ、Z 出てきて。あ、さ、教頭とか校長ももう知ってんだ、その悪事を。うん、加担してるというか、むしろ親玉なのか。うん、雑誌ね、上司2人ね。なあ、これ面白そうだなと思う。今放送されたらちょっと見るもんな。あ、余ったみたいなやついないね。あ、でもなんだろうね、ドン引きのメガの、でも別に余ったとかも全裸マンにかかってないからね。何も関わってないもんね、あれ。見た目意味わかんないしね。あ、うん、チョロ棒から意味わかんないよ。ああ、あれ何、まあ、そうか、うん、ってことはむしろ本当にここで何みたいなのを考えるよりも、うん、ヒレボットとか意味わかんないじゃん。ああ、うん、適当な洋画のロボパクったみたいな見た目じゃん。本当にそんなんでいいか。なんか C3PO みたいなやついるじゃん。いるね。 2-3 いるよ。ああ、完全にあれ名前からしてそれっぽい。そうか、うん、すごいね。ああ、今適当に言ったけどさ、ああでもそういうところから持ってきてるね、もう。ああ、なんか適当に QT みたいなこと言ってた。 QT? あの ET っぽいやつになっちゃう。ああ、なるほどね、うん、ET っぽいメカ。あの、やたらなんとか T にかけてしゃべ、なんとか T って言うよね。うん、なんとかだっていい。先生のことをなんとかっていいとか言うよ。あ、すごいね。うん、で、なんかこう、おい、行くぞ、ET だっけな、QT だ。QT。行くぞ、QT とかって言うと、今、ティータイムだっていいって言って、うん、あの、お茶飲んでて。ちょっとヤンディーバンズっぽい。あと、なんかこう、情報がわかるか、QT って言ったら、あの、あ、我が輩かな。IT ってわかる T。うん、まあ、多分普通にあの生徒でいるんだろう、QT が。ああ、混ざってんのか、メーカーなので。ああ、ああ、うん、なんでいんのか触れられないよ、別にいるもんだから。ああ、普通に QT。 ここまでやってさ、主人公2人の名前不明だから。そうだね、うん、ドンベキマン1号2号の、さ、大体フルネームみんなあるっていうか。そうでもないと思う。そうだよね、うん、まあでもあるはあるか、みんな。え、例えばてっちゃんってさ。あ、ないね。あいつ不明だよ。てっちゃん以外ある？てっちゃん不明だよ。例えばてつやみたいな名前でもないよね。ないんじゃない。てっちゃんのみだよね、うん、本編ではとりあえず聞いたことないよ。じゃあやっぱそんなもんでいいんだね。うん、なんだろう、安行き。安行き。あ、安いとかかってるのね。ああ、そうだね。じゃあ安行きでいいよ。なるほど。安行き。やっちゃんって呼ばれてる。ああ、そうだ、ヤクザっぽいね、ちょっと。安行きと、うん、何ちゃんだろうな。歴代なんとかちゃん、なんだ、愛ちゃんとか、さくらちゃんとか、うん、なんだろうな。激安割引。うん、安い値引き。ああ、なかなかだよ。今日美少女キャラに対して安いとか感じ。ああ、そっか、なかなかな感じになる。ああ、でも安いとかけてあんちゃんなのかな。あんちゃんでもなんか兄ちゃんっぽいもんね。そうだね、そういうギャグが入ってくるんじゃないの。ああ、そっか、うん、で、でも本当にあんちゃん、あんちゃんかあんなちゃんか。あ、でもな、片や安行きって4文字で割と長いからね。うん、あんなちゃんぐらいの方が合うのか。うん、多分なんかすごい
デパートかなんかの娘なんでしょ。設定上本編にほぼ出てこないんだけど。なるほどね。あ、それでもなんかもう基地デパートって。あ、基地デパートに。屋上に目が全部普段は遊具として置いてある。あ、なるほど。うん、それが発信するときに変形して目が。あ、なるほど。うん、未来の話だからです。はあはあはあ。喋っててもいいじゃん。なるほどね、うん、あ、これすごい面白いな、うん、多分まあエレベーターで地下行くと基地あるでしょ。そうだね、うん、で、いかほど割引かで、うん、地で来てると、うん、あ、敵の一応いかほどとか言ってるからいかのやつもいいんだろう。あ、いるね。発信の時だけ出てくる、一切本編で語られないいかのやついる。いかがソロ版してるんだよ。あー、なるほど。それで今日は何割引きできるぞっつって、うん、で出撃数が決まったところで綱引きして、はあはあ、買ったやつがいる。あー、これ面白いな、うん、今日の値引きはいかがなもんでねぞっつって計算して、うん、なるほどね、うん、どう引きめっちゃ面白そうだもんな。多分今歴史改変してこれねじ込んでもあああったねってみんな言うもんね。うん、ドンビキマンいいな、うん、メガも絶対いいと思う。敵のメガ考えてたよね。敵のメガ、うん、路線が、ああ、ある程度シリーズごとに路線決まってるから。顔メガとか、あ、そっか、そういうもんか、うん、何がいいかな、うん、タイム感、歴史ネタいっぱいやってるからさ、適当なこと言うと被る。そうだよね、うん、だから顔メガとか言ってもベートーベンの顔とかやってるもん。何があるかな、逆にドロンボって、うん、あれなんもないけど、ないか、うん、あれ適当で、ゼンダマンも前半適当だよ。あれ後半なんか、後半一応ちょっとレスラー系のやつになって、ああ、ある程度、まあ、なんだろうな。でも味方側でも綱引きだから別に味方一応モチーフ動物っぽいもんね、うん、まあでもそれは学校で使う教材がモチーフになってるんだよ。なるほど、うん、そうだね、それでいいね、うん、分度器小物、はあはあはあ、算数セットとか、あの算数セットって全然あの学校で使われないのに買わされるから、 あれは実はメカを作る資金なの。あ、なるほどね、うん、だってボカンシリーズそういうちょっと痛いところつくからね、うん、これ全然使わないのに買わされるよねとか言うよね。一夜の冒頭でまた算数セット買わされたわみたいな言ってるところで、裏でその算数セットはメカ作りの資金として必要なのよと言ってやってるだろうな。今年1年分の予算そこで確保される。はあはあはあ。じゃあ1年の中でその予算をやりくりしなきゃいけないから、たまにすごい雑なやつとか出てくる。なるほど、うん、なんかもう校庭にあの線引く時のあの白いやつメカみたいな、あれなんて言うんだろうね、石灰かな、うん、石灰っていうのがあれを引くメカみたいな、あれ今でも禁止なんじゃないっけ。ああ、なんか素材とか変えてんの。あー、そっか、うん、あれね、なんて目に入ると危ないんだっけ、うん、なんか言ってあれダメになった、うん、ピストルメカ、ピストルメカ、うん、ピストル、あー、そういうことか、うん、徒競走とか、そうそう、笛メカとか、あー、なるほど、笛メカとかもうでかい音出るだけだから、まあ、で爆音で攻撃するよね。音に弱いやついいんだろうね、敵っていうか主人公側に、はあはあ、うん、
なるほど、うん、足もだってね、畳んでんの伸ばせば長くなるもん、うん、なんかロボットになったもん、うん、やりやすい、まあ、ビーストボスにもいたし、そうだね、うん、あれの感じで、ああああああ、アバレンジャーのブラキオみたいな、ああサイズ違うやつが出るよ。で、むしろちっちゃいそれまでのメカが付属するんだ。そう、ちょっとがっかりなんですよあ、でもさ、アバレンジャーのブラキオさ、うん、あれおもちゃはおもちゃでオリジナルで合体確かさせられるんじゃなかったっけ。確かそうかもしれない。腕にできるんだよね、確か、うん、サイズ違うやつほんとがっかりだよ。
にあるよね。たまに出てくる。なんだっけ、他にもなんかいろいろあった気がするね。ボムが今パッと浮かんだのはゾイドのあのホエールキングとかね。ああ、サイズが小さいやつ。はい、キューティーハニーです。ということで、ね、バッテリーが熱で死んだというね、うん、またいつ死ぬやらという、うん、まあ、2、3回死んだらスマホ撮影になっちゃう。ああ、なるほどね。うん、まあ、でも話もちょうどあれだよね。そうだね、キリいい感じ。武器考え出してた頃だと。うん、なんだろうね、武器は。ドン引き版の武器は。ドン引き、なんかでも本当にさ、かけなくていいっていうのが逆に難しいよね。うん、それこそだってなんかこうシャボンガンちょっとっぽいなと思ったけどね。うん、だそれお助け版の武器だもん。あ、そうなんだ。うん、あー、なんだろうな、ピカルセイバーとかね。ああのおもちゃってか、なんか見た目としてはあの駄菓子屋とかにある光る剣みたいな。ああ、光るセイバーと、まあおもちゃ出しやすいよねそれね。え、しかも光るセイバーと違って言うとなんか2号が使ってるような気がする。うん、いやでも1号の方がかっこいいかな。まあね、おもちゃ売る番組としては。ああ、光るセイバーと輪投げと輪投げ。なるほど。うん、輪投げ銃と。うん、捕まえるんだよね、敵を。そうだね。うん、輪投げ源氏物語。輪投げ源氏物語、ダメだろうね。輪投げ源氏物語。まなゲイザー。まなゲイザー、もう本当にそれでいいよね。ポサで言うと。ワナゲイザーが2号だね。うん、で、ヒカルセイバーを1号発だ。うん、安行とアンナちゃんか。うん、安行、まあ完璧かな。うん、まあほぼ完成だよね。ねえ、まとめて提出したら作品化してくんないかなっていう。タイトルのフォーマットあるよ。フォーマットなんとかだころみたいな。ああ、なんとかだ T になるのか。あ、そうだよね。うん、なんとかだ T。うん、なんか米騒動だ T みたいな。そう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 、米騒動だ T。 米騒動だ T。 今日は米騒動のところに行くんだよ。あ、あらほらさっさみたいな。うん、逆に全作品あるそれ。あるよ、大体あるよ多分。あれ、ゼンダマン、なんかアデューじゃなくて、なんて、アジャ、アジャ、どんどこ、お前ど、あー、あるな、じゃあそう考えると、うん、最新作、了解かいだった。あー、超しょんぼりだったね。でもちゃんとあるんだ。うん、なんだろうな、先生だからね、しかも。そうだね、ちょっとその辺かかってくれる。先生って言うんちゃう。ああ、なるほど、うん、先生。あ、頭に浮かぶもんな。うん、なんとかするんだよ先生ってやるもんな、うん、きっと。うんうん、ああ、これだな。たまに反対っていうか。なるほど、うん、反対、反対。ああ、めっちゃあるな。うん、だってもうさ、考えるべきこともうないよね多分。うん、任務失敗したら居残りあるでしょ。なるほど。うん、だって母艦シリーズって多分これ以上考えることもうないよね。これさえあればあと毎回同じようなことやっときゃ。あ、最終回の衝撃的展開考えてないよ。なるほど、うん、これが最後のやつ、一番重要でもある。ちなみに今までだとドクロストーンがドクロストーンじゃなかったみたいなとか、うんうん、黒幕劇が好きだったとか。ああ、まず何を集めてるかね。あ、そっかそっか、それ考えてなかったね。集めてなくてもいいんだけど、敵の目的がないと。そうだそうだ、それを考えてなかった、だいぶ危ない、うん、教科書作る、教
箇所でもうあるんだよ。えタイムボカン20。あ、そうなんだ。うん。やられたんだ。そう、もう教科書あるんだよ。真実の歴史を明かされると教科書書き直さなきゃいけないから、ああ阻止するって話だった。あー、ま、でもじゃあそれさ、本当にドン引き版っぽい話だよね、それ、うん、先生だし、うん、なんだろう、毎回授業やってたら生徒に先生そこ違うよって言われたから、うん、正しい方に変える。ちょっとお邪魔なんと被ってる。毎回動機そこなのかな。間違って生徒に教えた結果、生徒に先生それ違うよって言われたから、うん、合ってることにしに行くっていう。うん、なんか進学率 100% の学校とかから設定あったよ。ああ、なるほど。うん。ろくでもないけど、まあでもそんなもんだよね。うん。で、じゃあ最終回の衝撃展開って何かっていうと、うん、なんだろうね。正しい歴史の方だった人たちがみんな怒って現代にやってくる。うん。あー、でもあれかな、校長と教頭を、なんていうの、あの要はそのさ、うん、先生たち、ドロンボポジションのやつらが、うん、過去に行って歴史変えてるわけじゃない。うん。最終回でさ、うん、校長と教頭が実は未来人で、うん、あの過去に現在のその3人を変えに来てたの。もうある。えっ、きらめきマンの最終回だよ。えっ、完全に同じじゃん、しかも。うわっ、えっ、すごくないそれ。あまりにそのぼやきポジションのやつが、うん、ちょっと情けないからっつって、その、うん、未来の子孫が、うん、その現代に来て、うん、その歴史変えに来てた話だったよ。うわ、完全同じだよ。恐ろしいね。うん、もうある。すごいね。うん、で、あれか、じゃあ逆を言うと、ボブの今言った母にありそうっていうのは合ってるのか。正しいね。はあ。うん。すごいね。うん。そっか、それもやられてるんだ。うん。え、すごいね。決着にやっぱり校長教頭は絡んではくるよ。ねえ。さすがに。でもなんだろう、未来やられちゃったか。未来あるんだよ。そうすると逆に過去の人だったみたいな。ああ実は聖徳太子だった。あ、なるほどね。うん、でも本当それしかないよね。うん、聖徳太子は10人の声を同時に聞くことができるみたいな。ああ、なんか絡めて、ああ、なんか適当な落ち着けるしかないよね。ああ、校長は聖徳太子で、難しいな。一番ぽいのをやられちゃったもんね。うん、校長。ちなみにドン引きマンの方に衝撃の展開あったみたいな。ああ、なるほど。うん、なんだろうね。実は校長が生き別れの親だったんですよ。どんどん変わっていったことによって何かが変わったらいいような気がする。主人公側のデパート潰れるとか。あー、なるほどね。主人公側のデパート潰れる。あれかな、なんかもう敵3人職なくなって、あ、そのコンビニ寄れないから。あー、寄るかい。ちょっとトイレに来てもらうんですよ。なるほど。まだまだ道中長いから。そうだね。実は香取慎吾だったと。ダメだね。今でもジャニーズじゃないからいけるよ。あ、そっか。うん、最後の最後にそれかよってちょっとみんながっかりするっていう。あ、ところまでぽいもんな。うん、はい、続きまーす。